皆さんこんにちは、ジャズギタリストの高面信樹です。今日はニューヨークのセッションでもよく演奏される曲で、ジャズを演奏する上でかなり重要なんではないかなと思う曲を10曲厳選して紹介したいと思います。少し前に、ニューヨークのミュージシャン50人にアンケートをした結果から、ニューヨークのジャズクラブでよく演奏されるジャズスタンダードトップ10を紹介しました。まだ、ご覧になっていない方は、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひご覧になってから、この動画をご覧いただけると、理解が深まるのではないかなと思います。前回のアンケートは50人のミュージシャンにジャズクラブでよく演奏する曲を5曲挙げてくださいというふうに頼んだんですけども、今回の選考基準は、僕は2001年からアメリカに来て2004年からニューヨークで活動しているんですけども、僕が活動してきた中で、セッション、あとは仕事で演奏するときに、この曲は絶対に知っておいた方がいいなという曲を中心に10曲選びました。実際にスタンダードを演奏するときに譜面を見ながら演奏するということがかなり少ないので、こう対応ちょっとするのが難しいという曲、なおかつ、これは知っておいた方がいいんではないかなという10曲を、厳選して紹介します。動画の最後の方では、僕の経験からですね、セッションでよく演奏される曲の傾向や、あと、知っておいた方がいいことなんかも紹介したいと思いますので、皆さん最後までゆっくりとご覧ください。では早速いってみたいと思います。今回は、10曲紹介しようと思うんですけども、この、順番に、特にその品質とかそういった、関係はないので、そういったことを考慮しながら聞いていただけると嬉しいです。まず1曲目、This I Dig of You です。この曲はハンク・モブレー作曲で、もう本当ジャズの名盤ソウルステーションの中に、収録されている曲で、僕がですねニューヨークに来た最初の頃に、セッションで、演奏して覚えた曲なんですけども、曲自体は ABAC の曲で B フラットのキーで演奏されることが多いんですけども、 A セクションは F ペダル、ドミナントペダルですね、その上でコードが動いていく感じですごくオープンな感じなんですけども、B と C で、コードに動きが出てきてすごく面白い、展開をします。特に最初の絵が終わった B セクションでは、半音で動く2-5がついているので、そういったこともですね、しっかりとこう練習していく上で意識してやっていくとすごく面白いんではないかなと思います。続いて2曲目に行ってみたいと思います。2曲目はジョー・ヘンダーソンのレコーダメです。この曲もですねセッションでよく演奏されるんですけども、最初の方は Am、Cm といった感じですごくモーダルな感じなんですけども、曲の半分の方からは Cm、F7、Bb、Bm、Eb7、Am、Am、Db7、Gb という感じで全音で転調していく、こう目まぐるしい展開になるので、演奏していってですねそういったコントラストを意識しながら演奏するのがすごく楽しい曲だと思います。やはりですねこの曲を演奏するときはジョー・ヘンダーソンの録音でも有名なイントロをつけて演奏することがあります。そういった、曲の中にある大切なパートもぜひ覚えていくといいんではないかなと思います。では3曲目に行ってみたいと思います。3曲目はですね50人のミュージシャンにアンケートをしたときには得票数はかなり少なかったので、もしかしたら僕が行くセッションでよく演奏される曲なのかもしれないんですけども、本当によく演奏される曲で It's You or No One です。この曲は ABAC の曲なんですけども、通常 F で演奏されるんですけど、 B セクションのところで、フラット3のキー A フラットのキーに転調したり、そこからですねすぐに5度のキーに転調したりと、目まぐるしく転調します。そして、曲の C セクションのところでは4度の、コードに行ってから、それがマイナーになって、それから2-5がですね半音でこうどんどん下がっていくような感じで、面白い、進行がついているので、そういったことも、しっかりとですね抑えたい曲だと思います。続いて4曲目に行ってみたいと思います。4曲目はスターアイズです。この曲は E フラットで演奏されることが多いんですけども、やはりですねもういきなりのっけからかなり転調が激しいです。ただですねメロディーは1回聴いたら忘れられない感じで、すごく覚えやすいので、そういったこともやはりインストゥルメンタルの人に、コールされるという、一つの大きな理由なんではないかなと思います。あとフォームもですね曲の終わりの方にちょっとタグのようなのがついているので、やはりですね事前に知っておいた方がいい曲だと思います。あと、この曲を語るときに忘れてはいけないのが、ベースのオスティナートのイントロです。このパートも演奏するときには必ず演奏されるので、合わせて覚えておきましょう。続いて5曲目に行ってみたいと思います。5曲目は4曲目に紹介したスターアイズと同じく、やはりチャーリーパーカーの演奏があるということで、コールされることが多いんではないかなと僕は思ってるんですけども、 I Remember You です。
この曲は、のっけからですね、1度のメジャーのコードがシャープ4、マイナー7、フラット5になって7度のセブンスのコードが出てくるといった感じで、すごく、面白いコード進行をします。サビのところでは、4度のコードに一旦落ち着いて、そこから6度のメジャーに転調して、5度に転調して、最終的にはまた1度に戻るというような感じで、これまたですね、転調が目まぐるしくあるので、実際ですね、曲を覚えるときにそういったことを覚えるといいんではないかなと思います。あとこの曲は、僕がすごくおすすめしているのは、12キーで練習することです。この曲を12キーで演奏することで、ダイアトニックコード、いろんなダイアトニックコードが出てくるので、そういったことにも慣れることができますし、あとは、転調も多く出てくるので、胃腸して12キーで演奏することでハーモニーを機能的に捉えることができるようになると思います。おすすめなのでぜひぜひやってみてください。続いては6曲目に行ってみたいと思います。6曲目はですね、かなりの難曲だと思うんですけども、ジョー・ヘンダーソンのインナーアージです。この曲は50人へのアンケートでも上位に入っていました。トップ10には入ってなかったんですけども、かなり品質の曲なんではないかなと思います。この曲はギターでテーマを弾くのもかなり難しい曲で、例えばスイープピッキングなんかを使って弾かないと難しい曲だと思います。そういったこともあってですね、かなりチャレンジングな曲だと思うんですけども、僕の個人的な経験だと思うんですけども、4拍子だけでなく、この曲を7拍子で演奏するということも意外に多くありました。メロディーを4と3の感じでこう分けていくんですけども、その3のところでですね、メロディーをこうスクイーズして入れるような感じで、弾かないといけないっていうのもあったんですけども、そういった感じでいろんな形で演奏されるので、本当にですね、覚えておいた方がいい曲だと思います。やはり、スタンダードによってはこうだんだん慣れてくると、聞くだけでこういう風に動くんだなっていう風に分かると思うんですけども、この曲は最初が C のメジャー7のフラット5のような感じで始まって、そこから F の、メジャー7、フラット5、それが全音で下がっていきますね。 E フラット、 D フラット、そういった形でこうメジャー7のコードが、全音で下がった後はインターバルがですね、こう機能的に動くことで曲ができているという感じなので、 E から D フラット、 D フラットから D に上がって、 D から、B、 B から C に上がって、 C から A、 A から B フラットに上がって、 B フラットから G というようなかなり面白い動きをします。そういった感じで弾くだけでもかなり難しい曲なので、いろんなスタンダードを弾いて、また新たなチャレンジをしたいと思う方は、ぜひぜひ挑戦してみてください。では続いて7曲目に行ってみたいと思います。7曲目は、僕の大好きな作曲家、ピアニスト、シダー・ウォルトンの曲でボリビアです。この曲にはですね、イントロというか、インタルードとして使われる、G7 のバンプが入っています。すごくオープンな感じで、こう G7 というか、D ドリアンというか感じでこうオープンな感じがあった後に、そこからですね、コード進行がこう目まぐるしく変わっていきます。本当にかなり劇的な動きをするので、この曲も事前に知っておいた方がいい曲だと思います。続いては8曲目に行ってみたいと思います。8曲目は50人のアンケートではそこまで上位に入っていなかったんですけども、僕はかなりの頻度で演奏する曲で、サム・リバースのビートリスです。もしかしたらビアトリスというふうに呼ばれているかもしれないんですけども、この曲を8曲目に挙げたいと思います。この曲はですね、本当にこうサックスの人と一緒に演奏するときには、よくコールされる曲なんではないかなと思います。この曲はですね、 F のコードが最初で演奏されるんですけども、全体的に F のハーモニー、そしてそこにノンダイアトニックコードですね、フラット2のコードだったり、フラット7のメジャー7のコードが入ったりします。ただ曲の最後で気をつけた方がいいのは、最後 F に解決するときにはですね、F マイナーに行くので、曲の雰囲気としてはオータムインニューヨークのような曲の F マイナーのところに行くような感じなんですけども、その一番最後に出てくるコードが G フラットメジャー7なので、なんとなくこうフリジアンのような感じもしてという感じで、すごくいろんな感じで捉えることができる、解釈できる面白い曲だと思います。この曲はですね、やはり、おすすめなのは、オリジナルの、サム・リバースのアルバムなので、ぜひ、チェックしてみてください。では続いて9曲目に行ってみたいと思います。9曲目はですね、僕がニューヨークに来る前にボストンでもよく演奏していた曲で、アロング・ケイム・ベティです。この曲も、50人のアンケートでは上位に入っていたんですけども、トップ10には入っていなかったんですが、かなりの頻度で演奏します。この曲は、とにかく、コード進行が目まぐるしく変わるということ、キーも変わりますし、あと、半音で動く2-5なんかも入っているので、本当にいきなりこう、じゃあセッションでコールされて弾きましょうって言われて、なかなか弾ける曲ではないと思うので、事前に知っておいた方がいい曲だと思います。ちなみに以前ですね、プロが使う、現場で使う譜面というような動画を公開したんですけども、その中で、実は、作曲者の、
ベニー・ゴルソンが実際に使っていた譜面を公開していますので、興味のある方はそちらの動画もこの概要欄に貼っておくので見てみてください。ちなみにこの楽譜はですね、まあ彼のウェブサイトにある送信フォームのところからオリジナルの譜面をくださいというふうにやると誰でももらえることができるので、そのウェブサイトのリンクもですね概要欄に合わせて入れておきたいと思います。興味のある方はぜひぜひチェックしてみてください。では最後10曲目に行ってみたいと思います。10曲目はマイルス・デイビスの、あのモーダルなマイルストーンではなく、ビバップのヘッドのマイルストーンズ、まあ、オールドというふうに書かれて表記されることが多いんですけども、この曲を、取り上げました。実はここで1曲を取り上げたんですけども、ニューヨークのセッションで多く取り上げられるのが、ビバップの曲です。中にはですね、メロディーを聞いたことないというような曲をですね演奏することもありますし、ただ聞いてみるとですね何かの曲のコード進行になっているという、まあ、コントラファクトということもあったりするんですけども、本当にですねビバップを知っている人はかなり皆さん深くビバップを聞いてビバップのメロディーを覚えているような感覚を受けます。やはりこうジャズをですね演奏するときに、まあ、コンテンポラリーなものやフリーなものをやるということもいろいろとあると思うんですけども、そういった意味ではやはりそのビバップのメロディーを知っているということは、ジャズミュージシャンとしてはかなり重要なんではないかなと僕は感じています。今回はこうして、マイルストーンズオールドを、10曲目に取り上げたんですけども、ニューヨークでよく演奏されるビバップの曲としてはウディ&ユー、場合によっては、ブエノアレゴというふうに言われて、サビのところがですね半音で動く2/5がついたりする、バージョンも演奏されます。あとはですねジョージ・シアリングの曲でコンセプションもよく、セッションで演奏します。この曲はオリジナルは C で書かれてたはずなんですけども、よく使われるリアルブックという本が D フラットで表記されていたことで D フラットで演奏されることが多いです。あとはチャーリーパーカーのですねスクラップルフロムジアップルアンソロポロジーオーニソロジーコンファメーションドナリーといった、まあ、彼の代表曲は、かなり演奏されます。あと、チャーリーパーカーの曲だけでなくタッド・ダメロンの曲や、バド・パウエルの曲、あとはですねまあ、クリフォード・ブラウンのジョイ・スプリングだったりとかビバップの曲というのは、ギグやセッションで必ず1回は演奏されるのではないかなと思います。こうして、10曲ドドドドッと見てきたんですけども、ここからはですね、セッションで演奏される曲の傾向やあと、僕が考えているスタンダードを2種類に分けることで練習を効率よくすることができるという、まあ、ポイントなんかも紹介していきたいと思います。まず、セッションで演奏される曲の傾向なんですけども、まあ、僕は日本にいた時にはやはりその当時は青本と言われていた本がすごく主流でした。で今は現在は黒本が主流だと思うんですけども、譜面を見ながら演奏することが多かったので、そういった譜面の中に入っている曲というのを中心に演奏していたイメージを受けるんですけども、逆にこちらではですね譜面を使って演奏することが少ないので、ある有名なアルバムだとか、まあヒットしたアルバムの曲を演奏するという傾向が強いんではないかなと思います。例えば、10曲の中に挙げた Along Came Betty という曲はやはり、モーニングですね、でててててれでててちゃーちゃの中に入っているので、そのモーニングという名盤の中に入っている曲という感じで Along Came Betty を演奏したりとか、あとは、トップ10にも入っていた、ブルーボッサが入っている、まあ、ジョー・ヘンダーソンのページ1というアルバムの中に入っているレコード名というような感じで、ヒットしたアルバムの中に入っている他の曲を演奏するというのが多いんではないかなと思っています。あとは、最近のミュージシャン、まあ、最近といっても、まあ、少しちょっと前になってしまうかもしれないんですけども、ブラッド・メルドーや、ピーター・バーンスタイン、カート・ローゼン・ウィンケルといった、まあ、すごくみんなにこう影響を与えてきたミュージシャンが演奏するようなスタンダードということでも、まあ、リバイバルという形で演奏する曲が多いです。ちなみに僕の知り合いの、年配のミュージシャンにですね話を聞いた時に、昔は演奏することがなかったのに最近演奏するようになった曲が、Nobody Else But Me だというふうに言っていました。やはり、ブラッド・メルドーやピーター・バーンスタインが演奏していたということで演奏するようになったんではないかなと思います。あと、10曲の中では紹介しなかったんですけども、外して語ることができない曲が、ジョン・コルトレーン、ウェイン・ショーター、あとは、セロニアス・モンク、デューク・エリントンといったジャズに影響を与えた作曲家、まあ、プレイヤーですね、プレイヤー作曲家の曲というのも外せません。例えば、セロニアス・モンクでいうと I Mean You、モンクズ・ドリーム、ラウンド・ミッドナイト、あとはモンクの書いたブルースも入っていますし、ジョン・コルトレーンでいうとレイジー・バードも演奏しますし、あとは、ジャイアント・ステップス、場合によってはですねカウントダウン26-2とか、あとは、サテライトといった、ジョン・コルトレーンのコード進行がついたような曲も演奏されます。
あとウェイン・ショーターの曲で言うと、まあ代表曲の、フットプリンツはもちろんのこと、フィーファイフォーフーム、スピークノーイビル、あとはブラックナイル、イエス&ノー、そういった曲もですね、演奏することがあります。では続いては、僕がですねスタンダードを覚えるときに意識している、スタンダードの、2種類を紹介したいと思います。ジャズスタンダードはですね実は2種類のカテゴリーに分けることができます。まず一つはジョージ・ガーシュウィン、コール・ポーター、リチャード・ロジャースとか、ジェローム・カーンといった、作曲家が書いた、グレート・アメリカン・ソングブックと言われる曲の中に入っている曲です。これらの曲はですね、シンガーの方にもよく歌われることがあるので、まあ特定のキーで演奏されるということはあるんですけども、12キーで演奏する必要があります。逆にジャズオリジナルというふうに、僕はカテゴリーしてるんですけども、そのジャズオリジナルには、実際のジャズミュージシャンが書いた曲が、入ります。このタイプの曲は、ジャズミュージシャンによって書かれた曲なので、この原曲というのが存在します。そして、まあ、原曲のキーで演奏されることがほとんどなので、例外を除いては大抵はその原曲のキーで演奏されるので、12キーで演奏されることは少ないと思います。このジャズオリジナルはデューク・エリントン、マイルス・デイビス、ジョン・コルトレーン、チャーリー・パーカー、あとはセロニアス・モンク、ウェイン・ショータ、ハービー・ハンコックといったジャズミュージシャンによって作曲された曲がほとんどです。こうしてジャズオリジナルとジャズスタンダードを分けて考えることで、自分がスタンダードを練習するときに、あ、この曲は12キーで練習しよう、この曲は、まあ、原曲でしっかりとできるようになって、まあ、もし余裕があれば、他のキーでも練習しようかなというふうに、考えることができるので、時間も、セーブすることができますし、効率よく練習することができるんではないかなと思うので、皆さんその辺をですねぜひ活用していろいろと試してみてください。今回はこうして、僕が思う、覚えておいた方がいい曲を10曲、そしてあのスタンダードをこう習得するときに、知っておいた方がいいことなんかも紹介しました。今回ここで取り上げた10曲というのはもう完全に、僕の独断と偏見で、ジャズを、習得する上ですごく大切な曲、知っておいた方がいい曲ということを選びました。そういったこともですね、考慮して、参考にしていただけると嬉しいです。皆さんがジャズスタンダードを覚えていく上で、例えば曲の分析で悩んだりとか、あとこれはジャズオリジナルなのかな、もしくはスタンダードなのかなというふうに考えたりとかするときに、わからないことがありましたら、お気軽にご連絡ください。僕の連絡先はウェブサイトに書いてありますので、概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。